はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。シャドーガーデン様、西向くサムライダー様、今日からうずきたまらんちん会長様、ちかことたま様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴いたしまして、政治活動資金と、河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。中共企業、透かし入り資料と、大林美香と、自然エネ財団で売国を叩かれた河野太郎、ネトウヨが騒いでるだけだろ、逆ギレ8回所管外ですって連発して逃げたんだってね。大林のこととか自然エネ財団のことを聞かれた時にね、所管外ってお前の有識者会議じゃないのかって気がしますけれども、世論です。次回は絶対に落選させたい。国賊売国コオロギ枠太郎今はネットこそが世論だぞ。ネトウヨにも選挙権がある。河野太郎は人気がな時があったとは思えないんだが、河野が招聘した再エネタスクフォースは法的根拠もなく人選ルールもないのに政策過程に口出しするとんでも組織。河野は大林美香の国籍や経歴を明らかにする義務がある。中国共産党の河野一族への懐柔策は敵ながらあっぱれとしか言いようがない。まさにトロイの木馬。そりゃ新聞テレビで報じないからネットで騒ぐしかないですよね。ネトウヨが騒いでるだけってネット見下してるポーズ撮ってますけれども、ネットを見下してるポーズ撮ってますけど、私のですね、河野一族は中共の犬ってネットでの指摘はスルーできずに頭に血が上って訴えてるの笑っちゃいますね笑っちゃいますね。だったらネットバカにしてんだったら、ネトウヨが騒いでるだけって、バカにしてんだったら、私の河野一族中共の犬っていうのも、バカにしてスルーしたらいいのに訴えやがって何やってんの、カッとなったんだから見下せてないですよね。訴えるほどカッとなってんだから見下せてない。タロンは正論言う人片っ端からブロックして、結局気小さいんでしょうね、人物小さいから、私みたいなね、か弱いピュアな一般人をカッとなって訴えちゃってね。小さな鍋はすぐに沸くってことわざ、どこのことわざだったっけな。あとですね、なんかメンタル強い人は自分の失敗談を話のネタにできんだって。こうなっちゃってさ、わっはっはっつって。で、メンタル弱い人はですね、自分の失敗を認められず、誰のせい、これのせい、会社のせい、組合のせい、県のせいとか、日本のせいとか、日本人のせいとか、日本人はみたいなことを言い出すのがメンタル弱いやつって、河野太郎じゃねえか、ネットウヨが騒ぐだけなんつって人のせいにしてね。頭がおかしい人がおかしいこと言ってですね、それおかしいよって指摘されると、ネットウヨ認定。もう日本人の大部分がネットウヨって言っていい、ネットウヨインフレが起きてるんじゃないかと。パヨイコール頭がおかしい人がネットウヨ認定して敵視するのは、もはや一般人であると言っても過言ではない。つまりですね、ネトウヨ VS パヨじゃなくてですよ、ネトウヨ認定された方はですね、あなたはまともな人って呼ばれてるんだから、むしろ軽症じゃないかなんて考えてるわけで、靴沢ネトウヨなんて言われても何も感じないんですけどね。今更嫌がる人っているんですかね。ツイッターでもですね、ネトウヨでいいよもうっていう意見多数ですよ。ネトウヨイコール非パヨってことじゃないのかな、最近思えてきたんですよね。ネトウヨという属性があって、VS パヨっていう属性じゃなくてよ、パヨ以外は全部ネトウヨ、つまり非パヨがネトウヨじゃないかって最近思えてきました。ネトウヨが騒いでるだけ、圧倒的多数のですね、非パヨ日本人を敵に回した河野はもはや総理の目ないですね。自滅してくれてラッキーでした。こんなやつが総理になったら目も当てらんねえもんね。私も騒いだり凱旋したりの甲斐があったというものであります。産経報道、日弁連の呼びかけで発足した死刑制度
懇話会が初めから廃止目指す会だったわ。世論調査では存続賛成 80.8%、 廃止すべきはたったの 9% だったのにね、死刑制度を廃止すべきがたったの 9% と、ネットの反応です。死刑ですら軽く思える凶悪犯罪もあるんだよ、京都アニメーションの放火事件なんかまさにそれですよね。欧米のようにその場で射殺より死刑が健全では、刑務所で生かしておくにも税金かかるんだぞ。死刑廃止を叫ぶなら強盗や刃物銃器で人命を傷つける犯人はその場で射殺に賛成すべき。外観誘致罪は死刑一択なんだが、家族が殺されても死刑に反対できんの？死刑を廃止するなら仇討ち復活させるべき、これもいわゆる死刑っていうか私刑ですかを復活させろ、許せっていう、意見もありました。そりゃ日弁連はですね、何十年も前から死刑廃止言い続けてますからね。ついでにですね、夫婦別姓だの同性婚だの誤見も何十年も前から言い続けてるしつこいしつこいパイオ組織であります。懇話会首位書でですね、先進国で死刑があるのは日本ぐらいいてへりくつこねてるみたいですけれども、先進国でね、日本より治安がいい国あげてみろって、そんな国ないんだから、死刑があることが犯罪を減らしているのは明白でしょうね。死刑がなくなったら日本古来のですね、死んで詫びるっていう行為ができなくなるでしょう。一人も十人も刑罰が同じ終身刑止まりではですね、凶悪犯罪とかですね、大量殺人事件が増えますよ。10人殺しても死刑にならないなんてことになったらさ、逃亡のついでによ、警官を殺害しても刑が同じなら、つまり罪に罪を重ねてもどうせ終身刑なら、殺してでも逃げるって抵抗激しくなってですね、警官の危険度激増ですよ。それと1年懲役させるのに約70万円の税金かかっております。服役囚一人につき、約70万円だから月6万円ぐらいかかっちゃうってことなのかな。これはまあ食事とか刑務官の人件費とか設備代とか、まあ、刑務所の建設費なんかも長期スパンで入ってるんでしょうけれどもね。まあ日弁連は共産党と一緒でですね、社会が混乱すればするほど商売熱心、商売繁盛ですかね。死刑廃止して社会を混乱させるのが真の目的かもしれんですね。世の中平和で争いもないと弁護士の出番ってないわけで、弁護士、私は死刑賛成なのに日弁連が廃止を弁護士の総意のように表明するのやめてくれって書き込み見ましたよ。記事見ましたよ。実際弁護士対象に調査するとですね、賛成と反対が五分五分だそうであります。弁護士だから死刑に反対ってわけでは全然ない。日弁連がただ弁護士の代表をずらしてそう言ってるだけでね。あとは時効はですね、死刑制度なんかいじる前にですね、日弁連に加入しないと、弁護士会に加入しないと弁護士の仕事ができないっていう欠陥制度なんとかしろって。弁護士になって弁護士の仕事をやりたかったら弁護士会に入らなくちゃいけないっていう欠陥制度、これなんか憲法違反のような気すんですけどね。思想信条の自由とか、弁護士の仕事はしたいが日弁連には入りたくないっていうその自由を、侵害してるような気すんですけどね。4月1日、今日はですね、岸田総理が新社会人に向けて人生に無駄なものは何もないとメッセージを出しました。世論です。岸田が無駄、お前の存在こそ無駄、無駄なのは自民党、お前が一番無駄、存在が無駄な人に言われても説得力ゼロ、税金の無駄遣いはたくさん、岸田に言われても何も響かないのがすげえ、岸田は無駄どころか害悪、戦後最悪の支持率で無駄を証明してんだろ、岸田は、日本は岸田という国難に勝てるのだろうか、
岸田頼むからもうやめてくれ。散々ですね。私は銀行員として随分多くの失敗をした。仕事においても修羅場と言ってもいいような場面にも散々数々出会いました。しかしそれらは全て今の私にとって血肉になっている。小沢一郎や河野太郎、小泉進次郎なんかとは違って、私は社会人経験あるよって言いたかった、自慢したかったですかね。今の私にとって血肉になっていて、この程度か、そうなのかって気もしますけど、いずれにしても岸田にですね、人生に無駄なしって言われても新社会人の心には全く響かないでしょうね。新社会人はこれからですね、所得税と保険で日本の実質税負担率の恐ろしさを思い知るんだよね、かわいそうにね。恨むんだったら、あの何十年もかけて日本を重負担国家にした自民党公明党を恨んでくださいね。夫婦別姓推進の一般社団法人、明日にはって読むのかな、明日には夫婦同姓を続けると500年後は全員里になる吉田博史東北大教授、私が試算しました。夫婦同姓を続けていくと最も多い佐藤姓に全部の姓が吸収される可能性があるっていうものですね。吉田教授はですね、 100% 佐藤になる時期をですね、日本人全員が佐藤になる時期を2531年と予測しておりました。世論です。夫婦別姓の勧告はほぼ金パクリ、はい論破、旦那が嫁の名字名乗ればいいだけだろ、鈴木も佐藤に負けるのか、じゃあなぜ500年前より姓が増えてんだよ。佐藤が増えたら社会の要請で別な姓を名乗る人増えるだろうから問題がない。こんなとんでも論を記事にする共同通信、東北大暇なんか、まさに巨額、巨額亜生のとって読むんだよね。巨額亜生だよねこれね。違うのかな、巨額、あ、わかんねえ忘れちゃった、ど忘れしました。2013年から2023年の佐藤姓の占有率はですね、205万人から183万人に減っちゃって、10年で佐藤さんが、0.0161% から 0.0148% へと減少してました。吉田教授が言うように、佐藤姓に吸収されてなかった。佐藤姓が数で優勢だから婚姻でね、他の姓を吸収するっていう大前提が間違ってました。東北大吉田教授の理論は別姓推進団体からの結論ありきで依頼された捏造論であります。まさにあの極学亜生のととはこのことですね。そしてこの嘘を喜んで報道する共同通信と、その記事買った朝日毎日と、佐藤さん多いからって嫁さんの姓を選択することもできるわけでして、そんなにそんなに佐藤ばっかになっちゃったら、じゃあ俺はあの嫁さんの方の姓名乗ろうかな、会社佐藤ばっかになっちゃったら大変だから、いうようなあの圧力もあの強まると思うんだ。社会にですね、あんまり佐藤さんが多くなったら埋没を嫌って嫁さん側の姓を選択しますよ、そりゃ。みんながみんな佐藤さんって言ったら埋没しちゃうじゃん。あのいわき市に旅戸町っていう4000人ほどの町があるんですけど、ほとんど緑川さんですだから緑川さん家どこですかって聞いてもわかんないですよ。町民はみんな名前で呼び合っております。5代前のあの久太郎さんまで遡って調べた靴沢姓は現在ですね、全国に約900人おりました。靴沢のひらがなで検索すると真っ先に私のツイッターが出てくるっつうね。900人しかいねえから、まあいずれ消滅するんでしょうかね、靴沢姓もね。そういえばあの姉の子3人は旦那さんの名字だし、私の子供は離婚しましたんで靴沢じゃなくなったんで、私死んだら靴沢消滅ですわあの靴沢佐太郎、私の父の靴沢佐太郎家は消滅ですね、靴沢ね。あとはですね、あの北茨城市で市議会議員やってるいとこの靴沢和彦に頑張ってもらうしかないな、私んちはな。1月1日から3月31日の四半期ゴールデン視聴率、テレビ東京が60年前の開局以来初の最下位脱出、初めて最下位じゃなくなりました。わー、パチ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 、世論です。
テレ東に負けるのは結構な大惨事。富士って本当に貧すればドンするだよね。富士がここまで落ちぶれるとはな。富士はバラエティもドラマもつまんなくなったわ。コネ入社が続くとこうなりますっていう恒例地獄絵で日本人バカにした報い。テレ東が頑張ったんじゃなくて富士が自滅しただけ。嫌なら見るなの結果がこれ。記事にはどこにもですね、最下位転落したのが富士っては書いてないんですけど、全員富士と知ってて、爆笑です。まあ1万人のリアル群衆にですね、抗議されても反省しなかったバチが当たったんですよね。私が生きてる時にフジテレビの消滅みたいもんですわ。その他のニュース、川口市や蕨市で側溝、道路のね、側溝の金属製の蓋、グレーチングって言うんですけど、の盗難が相次ぐ。あれ車が乗っても大丈夫なんですよね。丈夫ですよね、すごいね、重い。埼玉県警、不審者や不審車両を見かけたら通報してください、呼びかけ。私やもう犯人がどういう連中か分かっちゃいました。複数でですね、わーっと来てトランクに積み込んでですね、素早くヤードに逃げ込むんでしょうね。蓋が開いた側溝に気がつかないで落ちてね、すねでも打ったり骨でも折ったりしたら、日本人が怪我したらどうすんだって、全く迷惑だね。定員割れで看護学校の廃校相次ぐ。看護や介護の必要がない健康年齢の平均は男性73歳、女性76歳。数が多い団塊世代がそろそろこの辺り突入しますよね。看護師さんの需要が高まっていくと思われるのに、若い人が看護師さんになってくれない。看護師さんを目指さない。自己安直にですね、外国人で人で補おうとしてますけれども、特定技能在留資格なんてものをやってますけど、そういえば毎日新聞がこれ喜んで外国人と歩んでいくことに決めたみたいな、喜んで記事にしてました、特定技能のこと。もっとね、看護師さんになるような環境、なりたくなるような環境づくりが詐欺なんじゃないの、安易に外国人入れるよりも。男性の 25%、 4人に1人が75歳までに亡くなっています。年金を65歳からもらっても10年ももらえない方が 25%。 男性81歳、女性87歳っていう平均寿命とか本当に当てになんないですね。ばらつきやっからね。で75歳以下で亡くなる男性、をですね、まあ100歳ぐらいまで生きる男性が平均引き上げてんでしょうね。というわけで人生100年時代なんて自民党公明党様に言ってますけど、そうでもないっていうことを皆さんに知っててもらってですね、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。